これからまた釧路の方に向けて進んでいきます。直別の次はどこだったかな、知らぬかかな、音別かな、音別かもしれない。標準にどこまで行けるんだろうな。釧路駅とは言わなくても、せめてね、釧路の近くの駅までは少なくとも行きたいですよね。そして直別の駅前を通過して、またここで山を越えるわけですね。前走ってる遅い車もなくてですね、非常に快適なドライブです。左右はですね、これは原野というか、これ湿原なんでしょうかね、草が生えています。酪農の関係のですね、ますけれども、まあ、いわゆるですね、農村ではなくなりましたね。野菜とかは作ってなさそうです。そしてここでまた峠を越えるわけですか。なんか38号もなんか交通量減りましたね、さっきと比べたら随分。全然と反射線で車を抜かすこともなくですね、快適に下り道に入っていきます。まあ、下りはちょっとね、地球の力を借りて地球に優しい運転をすることにします。ちょうど前に車も詰まってるっぽいので、まあ、このままアクセルを踏まないでですね、自然にやっていきましょう。次の駅はですね、白ぬかじゃない、釈別ですね。釈別の駅はもうちょっと進んだところを右折です。ここはですね、釈別原野という地名だそうです。多分今も昔も人が住んでいない感じのところではないでしょうか。それにしても結構ね、あっちゅう間に釈別までは来ましたね。あとは知らぬか、じゃあ音別だ。音別の次はどこだろう。知らぬかぐらいまで行けばね、ちょっと安心できるんですけどね、まだまだ釈別ぐらいだとね、安心できません。ここを左折したら釈別駅、ちゃんと案内看板が出てきました。そしてあそこにですね、止まっている軽自動車があるんですが、あれは何をしているんでしょうか。しかしこの釈別もですね、こんな原野しかないところで、何なんだろう、漁業集落っていうわけでもなさそうですし、前はですね、集落がありますが、いや本当にこの辺りの産業って何なんだろうな。酪農というほどサインのも見えないし、あ、行き過ぎた。ほとんどこれね、廃村の駅ですよ、これ。
自然に帰りつつありますもんね、廃屋たちが。でこれが釈別の駅前通り、駅前通りはですね、意外なことに舗装されています。絶対砂利だと思ってたんですけど舗装されています。あとは駅前の駐車スペースですけれども、駐車スペースはないけれども車もやってくる気配もありません。自然に帰りつつある家しかないんで、ここに適当に止めます。誰か来たらどけます。